マンの種球です。今ペンタックスのブースに来ています。でこの CP プラスにおいてですね、正式に発表されました 645D っていうカメラについてですね、はい、ペンタックスの前川さんの方に、何点か、聞いていこうと思うんですけども、ではまずですね、画素数というのはいくつ？はい、4000万画素になります。次にですね、撮像素子の大きさというのはどのようですか？はい、非常に大きくて 44×33 ですね。はい、で 645D ということですので、はい、従来のフィルムカメラ のレンズというのは、はい、使えるんでしょうか？そうですね、全て使えます。そこで気になるのはですね、デジタルということで撮像素子の兼ね合いもあって焦点距離が若干変わってくるような気もするんですけど、はい、どのようになっているんでしょうか？そうですね、若干645番よりは一回り小さいので約 1.3 倍くらいの、焦点距離に換算になりますね。バッテリーはどのようなものを使っているんでしょうか？はい、バッテリーはですね、K7 と全く同じものなんですけども、リチウムイオン電池を使います。フル充電で何枚ぐらい取れるんでしょうか？はい、常温ですと800枚、非常に多くの枚数が取れます。記録メディアというのはどのようなはい、このメディアは、SD および SDHC でして、ダブルスロットで、運用できます。最後にですね、気になる発売予定を教えていただけますでしょうか？はい、今年の5月半ばを予定しています。ありがとうございます。この 645D はですね、期待されている方が非常に多いと思いますので、ぜひそのような5月半ばという期待して皆さんお待ちください。はい、はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。